スロームーブメントザ・エターナルシンフォニーファーストムーブメントにご来場いただきまして誠にありがとうございます。スローレーベルのディレクターのクリスと申します。それでは、本日のパフォーマーをご紹介したいと思います。このパフォーマンスの、パフォーミングディレクターを務めましたサーカスアーティストの金井圭介。続いて一般コードで選ばれた市民パフォーマーをご紹介いたします。麻生正則。つながりながら多様性と調和のメッセージを広めていくプロジェクトです。今月25日には豊洲公園で、年明け2月には横浜公園を予定しております。これからですね、もっともっといろんな人を巻き込んで大きなムーブメントに育てていきたいと思っておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。なお、ただいまスパイラルの1階の方でスロームーブメントの関連の展示が行われております。このパフォーマンスは詩人の三角瑞希さんの詩をもとに作られたパフォーマンスとなっておりまして、そちらの詩の方も1階の方に展示しておりますので、この後ぜひお立ち寄りいただければなと思います。また本日17時30分よりトークイベントを同じくスパイラルの地下1階の方で予定しております。こちらまだ席の方ありますので、お越しいただける方はぜひ受付の方でお知らせいただければなと思います。本日はちょっと日差しも暑い中大変な観覧だったかもしれませんが、たくさんの方にご来場いただけまして本当に良かったと思います。どうもありがとうございました。Thank you.